はい、皆さんこんにちは。リナです。タカです。エレキブログです。私たちはドライブしてます。イエーイ。おい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 、ドライブ中はええじゃないよ。ダメ。アホタレ。長野県に来てます。朝はスキーとスノーボードをやってて、めちゃめちゃいい宿を予約しました。そうだね、はい、泡の湯、混浴ができる露天風呂がある。珍しいよね。あ、泡の湯。泡の湯着きました。あ、ちょ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 、ご入浴のみはこちらだから、ご宿泊はもっと奥かな。うわ、めちゃくちゃ雰囲気いいじゃん。入り口やば、あのジブリに出てきそうだね。はい、入りました。あ、こんにちは。先ほどもお疲れ様です。雰囲気いいね。うわ、すごい。おー、すごい。はい。おー、すごい。うわ、すごっ。おー、すごい。うわ、すごい。うわ、広い。よいしょ。部屋に着きました。ね、このこたつ最高。最高。すごいよね、この部屋。廊下がまずダーンってあって、パントリーがあって、トイレがあって、バスルームがあって、この部屋広い。12畳って言ってたよね。今からお風呂入ってゆっくりしてご飯。湯加減最高。このお風呂すごい。説明して、説明して。やる気がない。いい感じだよね。大自然に囲まれてて広いしね。色がいいし、で、なんかツルツルしてて気持ちいいし。で、男女の混浴なんだけど、女性はね、こう巻くタオル、バスタオルみたいなのがあるんだけど、男性ないので、あの、ちっちゃいタオルでこう隠さなきゃいけない。露天風呂最高でした。はい、うん、暑いよ。お風呂出たばっかで暑いよ。俺、お風呂出たばっかめっちゃ暑くなる。何？ご飯タイムです。タカヒロご飯タイムです。もう遅れそうだよ。はい、レッツゴーレッツゴーレッツゴーヘイホーレッツゴー。少々お待ちください。ありがとうございます。わお、すごっ。こういう個室みたいな、すごいじゃん。乾杯。あ、これも美味しい。いただきます。今いくつかのコースを食べて、美味しいけど全体的に味薄いなと思っちゃう。私、完全に名古屋の人になっちゃったかもしれない。そうだよ、俺今言おうとしたよ。名古屋飯が味濃すぎるから、多分他の県の料理食べると味薄く感じるんだよ。そうだよ、そうだよ。今の塩焼きでございます。他の人は熱いしが入ってますので、お気をつけてください。1個ずつかな。やばいやつだね。頭から尻尾まで全部いけるって。うん、熱い。この焦げの味も美味しいし、そうそうそう、うまっ。はい、ごちそうさまでした。そばが来て、これも来て、ここに入れて、ここにシャ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 、自分が食べる分だけ湯がいて、いや、一応、ああ、いいじゃない。あ、ごい。うまー。うまいね。それ熱いわさ。これこそさっぱりして、なんか締めにいいね。うん、さっぱりしてる。味お酢。ただいま。ドアが閉まってる。ああ、お腹いっぱい。いっぱいいっぱい。おお。たかたか、こっち。お腹いっぱい、あれ。おい。何を寝てるの？これ、たかのベッドだよ。おい、殺す。おい、俺のベッドからどっけ。おやすみ。どっけ。デブ。あー、たか。あー、全部、あの、今美味しく食べたものが全部、ハロー。あー、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 あー
出るよ、全部。全部出るよ。はい、休み、ここで。おやすみ。誰が電気を消すの？行け。もう俺ここ動けないよ。おやすみ。俺別に電気消さなくても寝れるから大丈夫。おやすみ。温泉にもう一回入りたいって言ったでしょ。行ってない。15分なら間に合わないよ。じゃああと30分。タカが準備してます。はあ、疲れた。ご飯行こう。私たちの個室へようこそ。すごいよね。全部用意してもらってます。広いスペースでやって。めっちゃ美味しそう。いただきます。いただきます。お、おいしい。温泉が上手るよ。嘘。おかゆ。本当の温泉の味は、ね。はい。お腹いっぱい。食べ終わった。ポンポン。ピンポンがある。ピンポン。ドイツ人 vs 日本人でやってみたいと思います。はい。水が。行くぞ、優しく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 、私のポイントでした。じゃあこれ10回チャレンジしよう。何？ OK。 10回チャレンジ。いきまーす。1、2、3。はい、というわけでチェックアウトしました。後ろに見える阿波の湯旅館、よかったね。よかった。白骨温泉、いや本当にツヤここの温泉最高。露天風呂も最高。混浴をしたい人はここの露天風呂がめちゃめちゃいい、ね。この動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください。まだチャンネル登録してない人がチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。